こんにちは、ハカです。このチャンネルをご覧の皆様は PC お使いの方多いと思うんですけど、皆さんはバックアップって撮っていますでしょうか？写真や動画、音楽ファイル、その他諸々の大切なデータ、いろいろ入ってると思うんですけど、この PC ってやつがですね、調子が悪くなったり壊れたり結構するものなんですよ。でそうなってしまうと大切なデータを失ってしまうということになりかねないですよね。なので定期的なバックアップは必要、大事だよって一般的には言われてますけど、どうでしょう、皆さん億劫になったりしてませんか？そこで今日はですね、そんな PC のバックアップについて考え方とおすすめの方法をご紹介します。テーマはズボラな私にぴったり、お金をかけずに楽にバックアップ。これでいきましょう。結論から言うとですね、ハードディスクでローカル保存、無料ツールで自動バックアップ、これです。今からお伝えする方法はですね、ハードディスクの容量に余裕のある方は無料でできます。でもせっかく自作 PC を使っているんだったら、そのメリットを最大限活かしてハードディスクを増設していきたいと思います。そこで用意したのがこちらです。ウエスタンデジタル WD ブルーですね。シーゲートのバラクーダと並んで、2台激安ハードディスクというような感じでしょうか。非常にベーシックなハードディスクにはなるんですけど、大容量で安価ということで、人気のあるモデルですね。そしてツールとしてはミニツール、シャドウメーカー、こちらを使います。今日はこれらを駆使して簡単かつ安価にバックアップ体制を整えていきますね。それでは行ってみましょう。さて、実際の手順に入る前に、バックアップの方法って今や様々ですよね。ローカル保存、クラウド保存、NAS っていうのが大体一般的な3つかなというふうに思います。ローカル保存っていうのは、こういった PC の中のハードディスクや SSD にデータを保存しておくという方式ですね。そしてクラウド、 Apple の iCloud や Google ドライブ、 Dropbox なんかが有名ですね。サービスとして提供されているサーバーにファイルをアップロードしておいて、必要に応じてダウンロードするっていうような仕組みです。で最後の NAS、 これはちょっとローカルとクラウドのいいとこ取りみたいな感じで、自分専用のクラウドサーバーを自宅に構築するというような流れです。専用の機器とハードディスクを用意するっていうのが一般的ですけど、使っていない PC を流用したりとか、結構流行ったのが Mac mini をサーバー代わりにするなんていう方式もありましたね。それらも含めて NAS の一種だと考えていいです。それぞれのメリット、デメリットを表にまとめてみました。それがこちらですね。最近これをメリデメズみたいな言い方をすることもあるみたいですね。まず、ローカル保存としてはやっぱり費用が少ないなっていうところなんですけど、外部からアクセスできないとか、壊れた時のリスクが高いっていうのはちょっとデメリットかなと。でクラウドは結構安全性高いんですけど、やっぱり月額費用が高額になりがちっていうところがちょっと大変かなと。でそれらのいいとこ取りで NAS っていうのがあるんですけど、どうしても初期費用が高くつく傾向にあります。どれを選んでも全く間違いではないですし、むしろ併用していくべきではあるんですよ。でも今日のテーマ思い出してみてください。なるべくお金をかけずに簡単に済ませたいということで、ローカル保存を選びます。ただここで大事なキーワードがあります。それは分散保存というものですね。皆さん、集中投資とか分散投資っていう言葉聞いたことありますでしょうか？例えば株を買う場合なんですけど、一社の株を買ってしまうと、その企業が調子良ければ株価上がりますけど、ダメな時はやっぱり株価下がりますし、倒産なんてしてしまったらその株は価値がなくなってしまいますよね。でもその株を買うのを500社に分配してはどうでしょう。1社の株を買うお金で500社買う、そうすると1社がダメでも他の会社がカバーしてくれて、結果的には業績上向きになるかもしれないですし、逆に1社が飛び抜けたとしても他がダメだったら下向きになることはあるんですけど、
基本的に集中ってついたらハイリスク、ハイリターン、分散とついたらローリスク、ローリターンなわけですよ。まあ、これがまあデータの保存でも同じことが言えるかなと。 OS の入ってる C ドライブに全てのデータを入れておけば、まあ、パソコンが壊れたりそのドライブが壊れた時に全てのデータが失われてしまいます。まあ、なので先ほど出たクラウドや NAS なんかも併用していくと、あの分散が効いてより安全にはなっていくんですけど、まあ、今日はローカル保存ということで、ローカル保存の中でも複数のドライブを使って分散保存をかけていきます。それではハードディスクを増設していきましょう。まあ、自作 PC あるあるでまず配線を溶かすところからスタートしますね。でその後この H510i は、まあ、底面にあるネジを外してブラケットを取り外す必要があるんですね。で外したブラケットにもともと 6TB のハードディスクつけていました。でここに新しく買ってきたハードディスクをセット、まあ、全く同じディスクですよね。でまたネジ止めでブラケットに固定してあげたら、このブラケット自体をケースに戻していきます。はい、固定になったところで次はケーブルですね。SATA ケーブル、通信用のケーブルとあと電源ケーブルを挿していきます。また邪魔になった配線はグッと押し込んでいきましょう。まあ、そうなったら背面のパネルを閉じて、まあ、これで完成ですね。で Windows がしっかり立ち上がるのを確認していきましょう。ただしまだここでは新しいハードディスクっていうのは使うことができません。で Windows の方の設定が必要です。コンピューターの管理というところから、記憶域というところを選んでディスクの管理、ここで、初期化フォーマットと、パーティションの設定をする必要があります。最初未割り当てというふうに書かれているところなんですけれども、まあ、こちらの方の、シンプルボリュームウィザードというところで、まあ、パーティションを切ってあげるんですね。まあ、これをこう順々にウィザードに沿ってやっていくと、しっかりとあのパーティションが切られ初期化もされた状態で新しいドライブとして認識します。まあ、この PC ではもともとのハードディスクが E ドライブだったんで F ドライブということで追加されていますね。これ余談なんですけど、 Windows の入ってるドライブなぜ C ドライブなのかって知ってますか？これ実は昔の名残なんですよね。 A ドライブと B ドライブはフロッピーディスクドライブでした。ちなみに私が初めて買ったパソコンっていうのはフロッピーディスクが2つと、C ドライブがハードディスクだったっていうのを、覚えてますね。ではドライブが増えたところでどうやって分散させるのか。まあ、手動でポチポチっとこう動かしてもいいんですけど面倒じゃないですか。まあ、そこでツールを使いましょう。でミニツール、シャドウメーカーというものなんですけど、あの Mac だとこういったツール用意する必要ないんですよ。タイムマシンっていう機能が最初からあるからですね。でこのミニツール、シャドウメーカーは Windows でも Mac のタイムマシンのような機能を有効にできるっていうツールなんですよ。ではインストールの終わったシャドウメーカーを使ってみましょう。これ結構多機能なツールなんですけど、基本的に使うだけなら非常に簡単です。一番楽なのはドライブを丸ごとバックアップしてしまうことですね。まあ、具体的にはですね、こちらのバックアップのタブでソースとバックアップ先選びます。まあ、ソースはもうですね、このディスクとパーティション OS の入ったディスクをまあ丸ごとっていう風にしてしまうのがいいかなというところですね。でバックアップ先は大容量のハードディスクおすすめします。まあ、先ほど追加した F ドライブですね。これが SSD だと容量がかさんでしまうと費用も同時にかさむのであまりおすすめできません。まあ、ハードディスクは今回用意した 6TB のハードディスクでも1万円以下でも買えますしね。あとは今すぐバックアップっていうこのボタンを押すだけで開始します。これではいを選んであげれば、あとは待つだけですね。で待っている間に他の作業をしていても全く問題ないです。一旦これを最小化するなりして、まあ、別のことやっておきましょう。まあ、これでいつでも復元することができます。
この復元のタブからですね。でこの方法のいいところはドライブのイメージ丸ごとバックアップしているので、これの復元っていうのをするとバックアップした時点まで環境を元に戻すことができます。ちょっと Windows が調子悪くなったなと思ったら戻すことができるっていうことですね。あとバックアップのタブでこちらのディスクとパーティションを選びましたけど、このフォルダとファイルっていうのを選んであげれば特定のフォルダやファイルもバックアップすることができます。まあ、これも便利ですよね。まあ、こうやってバックアップをしておけばいざっていう時にまあ役に立ちますよね。でこれですね、使い方いろいろありまして、 Windows が立ち上がらないなんて時にもしっかり復元することができるんですよ。まあ、そのあたりはまた今度お伝えしますね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は一番費用のかからない方法、簡単な方法としてローカル保存というのをご紹介しました。まあ、繰り返しになってしまいますけど、定期的なバックアップとか分散保存って非常に大事なんですよ。まあ、それぞれ工夫しながら自分に合ったバックアップ方法っていうのを見つけてみてください。そして今回ご紹介したミニツールシャドウメーカー、こちらはですね、もう少し多機能なバックアップツールになってるんですよ。無料版だけではなく有料版のプロにすればもっと便利に使える部分もあるんですよね。で次回の動画ではそのミニツールシャドウメーカーの、詳しい使い方、メリット、こちらを紹介していきますね。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。